これは A です。もう撮ってます。はいはい。え、皆さんこんばんは。ヘイクボトです。クリスタルレインボークラブ始めていこうと思います。本日のゲストは仏のジーザストリオの皆さんです。我らがジーザスさん、今日はなんとゲストで出演してくれます。キリンさんとミッチーノさんはジー、ちゃんって呼んでますが、僕はジーさんって呼ぼうかなって思います。打ち合わせの真っ最中でございますが、そんなジーザスさんの仏のジーザストリオが、今日はゲストで出てくれます。あ、キリンさん、イエーイ。今日もあの可愛いですね、黄色。ではでは、そんなクリスタルレインボークラブ、始めていこうと思います。クリスタルフェスまであと1ヶ月ですね。皆様楽しみにしてくれる皆様がいると僕らもとてもとても嬉しいです。みんなで元気出していきましょう。レッツヘイ。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2018年9月3日マンデーナイト21時オープンです。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられない、ライブのようなラジオです。本家クリスタルの始まりです。大人が輝かなくてどうする。ここは大人の本気祭り、楽しんだ方がいいに決まってる。オドラニャさんさん、クリスタル。はい。へい。へい。なんかさ、今月もう今日3日、9月ね。ね。はいはい。なんかゲストが見当たらないの。あ、本当だ。どうしたの。なんか私たちだけなの。今日知ってる人ばっかり。今月はそういう月ですよね、確か。その中の誰かがゲストなのかな。面白いね、それね。今日は誰だろう。いないって。改めた人がいない。ねえ、ね、なんかまったりしてるでしょ。ゲストを迎えるわって感じないでしょ。どうする、誰がやるって感じ。そんな感じで、スタジオ中楽しみましょう。ねえ、楽しいんだけどね。なんだろう、この安心感とかね。どうにでもなるだろう。初めましてとかじゃないからね。ね、そうそうそう、楽しみですけどね。いつもの感じじゃ今日ないから。誰、構成が。誰が。いや、ゲストさん、マンスリーさん。あ、そうなの。そうだ。こないださ、スペシャルの時にさ、あのフェスに、まあ、出てくださったりするもんだから、かけようと思ったんだけど音源がなくてね。今日のゲストさんの昔の音源を掘り出してきてかけたりとかして、そう、今日は新しい音源もきっと聞けるんじゃない。ギリギリらしい。間に合ったんだ。え、間に合ったような、間に合ってないような。楽しみだって感じでね。さあ、キリンさん、9月ですよ。ねえ、どうする。早いですね。もうね。今日そういう日みたい。ちょっとなんか。まったりな感じでいきますか。台風来てるからね、明日から。それでか。そうですよ。もう来る間の車が眠くて、どう、一回止めて寝ようかなと思ったぐらい。私今日ね、全然別のことでね、低気圧とその、あの体調の関係っていうのをね、レポートを見てたの、研究所の、うん、そしたら眠くなるっていうのを書いてあったね、気圧変化。今思い出したんだけど、うん、私結構今日動いてたわ。スポーツクラブ行ってね、結構2時間ぐらい。やだ、どうして月曜日にさ、それメモリ減っちゃうじゃん、それ。それでね、午後からね、うん、ちょっと振り、ちょっと踊りをね、
2時間ぐらい踊ってたのじゃあ今日あと 2% ぐらいしかない。そうだった。何1本しか経ってない。あとはよろしく。電波も入ってない感じですね。よろしく、はい、いくよ。どうぞ。 It's show time。あと1本立ってるね、エネルギーを今使いますよ。さあ、今月のマンスリーゲストは、あ、違うわ。違います。仏のジーザストリオ。はい、終わり。私は、はい、や。この曲は仏さんの曲じゃないんだよね。そうです。何を隠そうですね、1年前なんですよ。ちょうど1年前、僕たちがジーザス&ザバンド時代に、うん、時代ってあれ、ちょっと 今から説明しますけど今から説明しますけども、1年前に、マンスリーゲストとしてジーザス&ザバンドが、マンスリーゲストね。でちょうどこの曲が、この曲が入ってるアルバムを出した時なんですよ。あれから1年経ちました。そうだそうだ、いろいろ。1年か。あれ、一番最初にハートバトルに来た時もこの曲をかけた。そうです。その時は7月でこの曲だけシングルで出来上がってたんですよ。もうまだアルバムは出来上がってなくて、その2ヶ月、その時にキリンさんに、お前9月空いてるかって言われて、そんなに言ってました。ほんわエレガントだって言ってたね。じゃあじゃあ、あのね、最初ほら、まあ一人でやってきてるじゃない。はい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 、で、まあロックンローラーだから、はい、最初カッコつけてるわけさ。カッコつけてましたね。俺はロックンローラーで、で、マサが相手でね、はいはいはい、よろしくお願いしますって言って、じゃあまあちょっと曲聴いてみようかって言って、これが流れた時に、合格って。それでもそっちの楽屋行って、ねえねえねえ、来月空いてるみたいな、はいはい、そんな感じでね、はい、あれよあれよと。はい、まあ、私あのスイッチっていうか、なんていうんですかね、楽屋に行くと極端にあのいい人になるんで、よろしくお願いしますみたいな、全力でやりますみたいな。こことそこだけがちょっとね、はい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 、ね、あっち入ったとだね。はい、そうですね。もう皆さんお気づきだと、もう皆さん全員分かってる。ヘイ君よりもいい人になりますから。何の宣言をして、自分でもびっくりするんですよ。え、そのギャップ感ね。ギャップですね。なんか今でも最近ちょっとステージでもやや丸みを帯びてきたんですけど、言動が。だってさ、お前らとか言いながら、かわいいとかダメじゃん、その時点で。あの曲は締めときました。いいよね。あ、そう、ちょっと今、今ほとんど活動が仏？今年の5月でジーザス&ザバンドの活動を、まあ、わけあって止めたんですよ。なんでかというと、やっぱ僕の中に新たなことをやりたいっていうのと、メンバーの事情と、まあ、いろいろあるんですけど。メンバーの事情と俺のあれと、メンバーの事情とで サンドされてるのね。サンドされてますね。じゃあちょっと一旦こっちに土台を1年間かけて作ろうかなって思って、今仏だけにしてます。結構精力的にライブやったり曲作ったりしてるよね。もうこっからですね。こっからガンガンやっていこうって今してます、ね。あ、誰だって紹介してないくない。そうですね、私が仏のジーザストリオの過去、EX ジーザス&ザバンドの、仏言う前に長とか言われるジーザスです、よろしくお願いします。来てよ。さっきキャラ変わろうとしてたとか言ってそして、であ、どうも、ドラムパーカッション担当アキラと言います、よろしくお願いします。パーカッションとなんだね今のは。パーカッションボディ。この男がですね、
今度新しい CD も作ってて、うん、デザインのクレジットに、うん、ブラボーアキラって書いていいって言ったら、アキラでお願いしますって言われてブラボー却下されたんですよ。どうした？いや、なんかそんなブラボー押してもねえと。ねえ、なんか覚えないもんね。なんだったっけなって、アキラだなって。ボンバーボンバーって。そうだそうだ、この人そうだ。覚えないんだもん。アキラはアキラよ。なんか太陽の陽って書いてアキラって読むんですよ、うんうん、俺学がないからかもしれないんですけど、俺の中であれをアキラと読めないんですよね。陽くんって読んでるの？いや、だからアキラって読んでる。俺パッて見てこれをアキラって読める人口の方が多いのかどうか不安だったんですよ。さっき陽くんって言ってたね。じゃあ皆さん好きなように呼んでください。ヨウだったりアキラだったりっていう名前にしちゃえば、ブラボーだったりボンバーだったり、そのうちボンバーが定着しちゃいそうだから嫌なんだよな。だってさ、そっちの方が絶対記憶に入るじゃないですか。いやいや、漢字一文字で太陽のヨウもそこそこじゃない？あ、いいよね、好きだよ、うん、私。本当ですか、うん、僕全否定ですから。クレジットで並ぶじゃないです か仏のジーザスの下に漢字一文字でアキラってあったら、それはそれで目立つかなと思う。マッハはマッハのままなの？マッハは聞いたんですよ。そしたらどっちでもいい、好きにしようって言われましたね。でどっちにするの？あのカタカナにするとか英語にするとか、うん、あとマッハの前にキャプテンってつけていいとか。キャプテンマッハ、はい。まだ僕全否定だと思うんですけど。ほど遠いよね。だからもう本当一言、好きにしてって言われて。なんかギターの人ってそういう人多いんですかね。うん、そうです ね。あんまりマッハ自体がなんて言うんだろう、うん、そんなこだわんないというか、うんうんうん、もう全然好きにして、俺はただ弾くだけみたいな、なんかちょっとカッコつけてるんですよ。職人かたぎだね。マッハ一番かっこいいよ。本当ですか？あのカッコつけてるんじゃなくてカッコいいよ。あ、やりましたね、いかに僕が普段頑張ってカッコつけてるかっていうのを、なんて言うんでしょうね、超えられてしまいましたね。え、な、今困ってるの？いや、困ってないんですよ。いや、生き生きしてる。あ、なんかね、いや、あいつは俺も実はカッコいいと思うんですよ、ね、だから今回勇気を持って誘ったら二つ返事が来たので、だから仏さんに彼がいることでなんかバランスがいいよね。あ、いいです、この二人にこうね、一人、そうです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 。なんかもうあんまり口数は少ないんだけど、やることバッてやってくれる感じですね、ね、いいやつですね、さあじゃあちょっとここでバリバリ新曲でしょ、ついにですよね、この9月に間に合わすためにマッハがめちゃくちゃ頑張りましたからね。マッハ55が、マッハ55が、またよくわからんあだ名を。え、昭和はマッハ55ってわかるよね。いやいや、知ってますよ、そのシートで出てくるよね。あ、はいはいはい、マッハ55、あ、マッハ55がいいじゃん。そうです ね、じゃあもうそうします、そうですねって。今日帰ったらホームページ直しますね。マジで本人の許可なく。いやまあいいって言いそうだからね、怖いよ ね、うん、ね、じゃあマッハが頑張ってくれた、頑張ってくれた仏のジーザストリオのファーストシングルですね、うん、聞いてください。誰もがみんなかけがえのない存在。ありがとうございました。ありがとうございます。いいね。よかった。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。CD にはいつなるんだい？それがですね、来週の金曜日にオレンジに来る予定なんですよ。気持ちだから。あのあたりにだな。あ、そうです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 。多分宅急便で送られてきますね。はい、楽しみ。結構なんて言うんでしょうね、割とギリギリなんですよ、うん、だからちょっとでも何かが遅れたら、うん、9月9日にちょうどこの CD を発売するライブがあるんですけど、うんうん、それに間に合う、危ない、危なかったですよ。予定日が最終的にギリギリになって9月7日に着くことになって、あぶねえ、なんとか間に合った。この間だって違う人だけどさ、やっぱりなんか台風でね、これね、あったもんね。ありました、ありました。あ、配送遅延、そう、あ、そうか、ね、
だからもうそうなっちゃったらもうどうしようもないですよね。これ割とすぐできた？いや、そんな8月も丸まんま使いましたね。そう、鳥自体は1日で撮ったんですけど、なんてそっからやっぱりあの今回全部自分たちで鳥録音からミックスマスタリングって作業もあるんですけど、それもうちのメンバーであるマッハ君がですね、彼そういう知識がすごい、やっぱりマッハ55だねそうですね、まあそのすごい知識があって、今回俺もあのボーカルのディレクションとかも彼にやってもらったりとか、ピッチ合ってるよ合ってないよとかっていうのもいいね、バンド内でできるって。いや助かりますよ、ね、いやでもやっぱ一番近くにいるから遠慮なくお互いに言い合えるので、ね、すごい大人の男たちがあーだこうだあーだこうだって、ね、そう楽しかったですもん、うん、久しぶりに。え、それさ、シングルって本当に1曲だけ入ってる？いや、もう1曲作りました。なんていう曲？それはグローリーグローリーって曲で、それはもうちょっとおとなしいんですよ。とりあえずなんて言うんですよね、まあ1回形になるのが現状2曲かなと思って、まあライブでよしこれはもう録音 OK を出たのが2曲なんで、それを撮ってみました。でこれからですね、来年、まあ、に向けてツアーみたいな形でライブやっていくんですけど、それで楽曲をもっともっとライブ1本ごとに仕上げていくって結構変わるんですよ。なんて言うんでしょうね、お客さんの実際に自分たちがいいと思って演奏してもお客さんのフィーリングというか、バッて演奏した時の感覚で、あ、ちょっと違うなとかやっぱよくあるんですよ。それテンポだったり、ちょっとしたメロディーの違いだったり、ちょっとした歌詞の違いだったりで変えただけでぐっとお客さんが乗ってくれたりとかって全然あるんですよ。んだ、ありますあります。で今回シングルにした曲も一番最初にライブで演奏した時から結構変わってるんですよ実は。そう、それを面白い。まあ全く変えない人もいるのかもしれないんですけど、僕はライブでお客さんの評価見ながら変えましたね。で今回2曲でお客さんを信頼してんだね。それはありますね。まあでもそれありきもやっぱりありますよね。嬉しいね、なんか俺たちのライブに見に来る人って相当な音楽好きだと思うんですよ。そのいわゆるテレビにガンガン出てる人で、いや流行ってるから見に行こうじゃないところで気にアンテナが引っかかって見に来てくれる人って割とコアなファン、音楽ファンのような気がしてて、そういう人のノリというかフィーリングってすごくこっち側もちょっと大事にしたいなっていうのが正直あるんですよね。いいね、真面目な話しましたけどもいいのよそれでそうですね、そうですね、そうですね、真面目ですからね。そっか、へえ。じゃあそっか、じゃあ来年だね、アルバム、まあ何曲かまとめてのアルバムみたいな。そうです ね今はまだちょっとこれからですね。でも、まあ、とりあえず2曲は形になったんで、売り物というか、ライブを見てちょっと気に入って、なんか、音聞いて、帰って音聞いてみたいなって時に何もないともったいないじゃないですか。そうそうそう、それはもったいない。もったいないので、せっかくライブこれからやっていくから、なんかやっぱりお土産になってくれる音源が欲しいので、いいと思います。名刺代わりと。いうかね、そう聞いてもらいたい2曲をまず取れたので、まずここ来月のだからフェスも間に合ったね。間に合いました間に合いましたね間に合いましたね。歌うでしょこれ。もちろんです、もちろんです、2曲は歌いますね。シーンも歌ね。そうですね。でだんだんまたこれを出してからまたちょっといろんな音楽の変化があるんですよ。やっぱりすごく面白い、自分の中でも面白いなと思ってて、ジーザス&ザ・バンドがやっぱり仏のジーザストーリーをやるからすぐパターンって変わんないんですよね。最初のうちはまだジーザス&ザバンドの何かがあるんですよね。でちょっとずつ仏にやっぱなってってるんですよ今。移行中な感じ。移行中でだいぶ仏になってきたんですよ今。ライブでやってる、実際スタジオで試してる曲がだいぶ仏になってきて、さっき聴いてもらった曲って多分移り変わりがどっちにもあるかなって感じするんですよ、僕も今聴いてて。あ、なんか昔のバンドのノリもあるなっていうのは、なんかちょっとずつなんですよね。それさ、あの歌は成長していくじゃない、だけど、まあ、ライブとかで前の曲歌ったりするじゃない、またもう全然違うものになってる。やっぱりそうですよ。そうですそうですそうです。
昔のまんまを聞きたいって方もいるかもしれないんですけども、意外とやっぱ成長すると、うん、いやいやいや今の方が絶対そっちで歌った方がいいのにって自分は思うから、うん、そう歌いたくなりますもん、ね、だからライブをずっと通い続ける楽しみはそこにもあるね。あ、そうですね。でも同じライブって絶対ないので、ねうん、私ここで結構何回もゲストに呼んで、はい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 、同じ曲を歌っていく人たちがいて、変わらない人もいるんだけど、歌が変わっていく人をここで見てるから、はい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 、歌って成長するんだと思ってここで見てた、うん、いや成長、これ自分で言うもなんですけども、うん、俺もこの仏をやるにあたってこれ、うん、やべもうちょっと歌練習しないとあかんと思って、うん、練習量かなりちょっと倍以上にしたんですよ。そしたらまたなんか新たにロックのノリとは違う、また歌だけのノリってものが少し自分の中でなんか楽しくなってくるんですよね。するとそれをもっと前面に前に出したくなってきて、ちょっとバンドのオケ避けてくれるとかっていう要望になっていったりとか、だから仏が今ちょっとずつまた出来上がってくるんですよね。面白い。結構もう劇的に変わる曲もあって、もう構成から何から全部ガラッと変えて一から手作りしてった方がやっぱハマっていくんですよね。だからどん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 曲が本当生き物みたいに変わっていくから、その過程はやっぱすごい楽しいですね。作っていくなんかが、そしてやめられなくなっていく。そうです ね, ね、選択肢ないですね、やめるってうん、そうかもしれないですね。だんだん本当に音楽好きになりますもん。なんか、そうですよ。どん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 僕今最近音楽が好きになってますね。でほらファンの方々も共に年を重ねていくからさ、新たに新しい若い人たちは増えないでしょ。そうですね。でも増えた、新たに同い年の方は増えてきました。大体この層なんだよね、うん、でもそれ絶対ありますよ、うん、自分が今書いてる詩も多分20代の子にはあんまり響かないと思うし、うん、でもそれでいいような気もするんですよ。変にそんなこと考えて書くよりも同目線の方が絶対伝わるし、そんな気がしてます。だからライブ会場はみんななんかね、その年齢の方々がね、もう暴露しますけども、いよいよ私スタンディングにしてきます今度ライブをスタンディング、あ、スタンディングじゃない、これシッティング、逆でしょ。今までスタンディングメインだったんですけど、もう座っていこうと、うん、もう座ってじっくり聞いてってほしいって気持ちにようやく僕もなってきました。よかった、いける感じね。ちょっとずつなりますねやっぱり、うんうん、たまには立つって、この曲だけ立とうとかさ。あー、はい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 、はい、ね、ちょっと弾けようぜ、はい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 、はい、いいかもしれないね。そうですね、うん、でそこで立たなくても別にイライラしないっていう。まだいまいちこのシッティングのノリをも今勉強中なんですよね。あ、うん、あ、ちょっと始まったばかりだからね。そうですそうです、うん、なんで立たないんだよとかってなっちゃう。シッティングでこうマローンとマローンって、で途中ちょっと盛り上がる、ちょっとだけこう、あ、そうそうさ、ライブ会場の選び方も変わってくるよね。そうですそうです、ね、全然やっぱそこは違いますね。やばいよ、10月のライブハウス、天王寺アイルのキワは会場やばいぞ。写真見ましたけど綺麗ですね。すごいよ、楽しみです。こちらも楽しみにしてるぜ。きっとやってくれるんだぞ。一応ですね、キリンさんからロック禁止が出てますんで。そうだった、そうなんだよね、マロンマロンと言って仏よってね。ジーザスだね。まあでもなんか最近自分もロックよりもなんかブルースとかフォークが好きなんで、自然にそっちにもうなってってるような気がするんですよね。なのでもうそういうなんか変わってってる自分をまた楽しんでもらえたらいいなと、う、ね、うん、もう今日この頃でございます。ぜひぜひみんなに見てほしいなと思っております。そうね、ほんとね、うん、まだこれから本当にまだまだ知らない方々もね、にそうですね、仏ジーザストリオ聞いてください。見てください。今月は1ヶ月頑張るぜ頑張るぜ。
ずっと今日のあの曲をご紹介する？もう一曲もあるんで、うん、あと生ライブもよかったらやらせてもらえればなって。いいね、後半いいですか、うん、もうやっちゃってもいいですか。あ、今日やる？いや、今日じゃなくてもいいですよ。でもギターあるよ。マジですか、うん、いいよ。2、3分いいですか。いいですか、いいですか。全然いいよ。やった。お、何やったとか言って持ってきてるけど。何何何する？ですね、そうだよ、花本先生もいるじゃない。そうだよ、偶然持ってきてますからね。そんなのポケットに入んないよ。いやー、まさかこんな機会をいただけるなんて思ってもらえず。習いたいのよ、花本。じゃあちょっと時間もあれなんで。さすがだね。やだもん、パーソナリティの小さくったら。ちょっと PA も気になるでしょう。そうなんですよ。そうなんですよ。これ今一番最新の自分を、うん、の曲なんですよ、うん、なので一番ほっとけらしいのかな、うん、と思うんですよ。それをちょっと、あ、ちょっとバラードなんですけれども、この世界の片隅でという曲を聴いてください。この世界の片隅で日々の風に吹かれて、俺はあなたの前で泣くように笑った。俺はもうこれ以上強くはなれそうもない、ただ自分自身でいたいだけ、この世界の片隅で。Can we want? Can we want? 風が今日も吹いた。 Can we want? Can we want? 分け隔てなく俺たちに、春に種をまき、夏に夢を見て、秋は収穫、そして冬が来る。俺はもうそれ以上何も望みはしない、ただ自分自身でいたいだけ、この世界の片隅で。Can we want? Can we want? 雨が今日も降った。 Can we want? Can we want? 分け隔てなく俺たちに、この世界の片隅で日々の風に吹かれて、俺はあなたの前で泣くように笑った。俺はもうこれ以上強くはなれそうもない、ただ自分自身でいたいだけ、この世界の片隅で。ありがとうございました。いやー、これ好き。本当、これが多分一番最新の仏かもしれない。すごい仏になれ。こういうの好き、いいよね。あ、よかった。嬉しいですね。ねえ、これがいいわ。これがいいですか。うん。10月4日、これ聞きに来てね。おいおい、これ毎回歌う、毎週これも聞きに来ていただいて、毎週歌うたびにさ、これを聞きに来て。いやでもお前たち何曲やる気やな。そうですね、ね、そうですね。いや、いいね、楽しみだね。もう楽しんでください。ね、ぜひぜひ。本当日々変わってるんですよ。本当に新しいバンドだから、それが楽しい。だからライブに来いってか。近くライブありますか？なんと今日ソールドアウトしました。ありがとうございました。9月9日、うん、9月9日。かっこよすぎないそれ。こにゃろめ。なのでもう来れなかった皆さんは10月4日ぜひぜひぜひ。うまくなったね。
やった。わかりました。はい、はい、今月楽しみですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドッケジーザストリアのお二人が来てくれました。また来週、ありがとうございました。イエーイ。ハートバトンリレー。毎週素敵なゲストからのバトンリレー、あなたが紹介したいアーティストへバトンをつなぐコーナーです。どんな素敵な方々にバトンが届くのか毎回楽しみでございます。さあ今週は、あら、何年ぶりかに復活しちゃった出戻りミッチーナでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、先週のですね、細貝柊さん、ピアニストさんからですねご紹介をいただきました。本日のゲストさんご紹介いたしましょう。稲村智則さん、キーボーディスト、はい、はい、よろしくお願いいたします。稲村智則です。キーボーディストなんてかっこいい、行ってみたいもうずっとキーボードなんですか？そうですね、ちっちゃい頃から、うん、あの音楽教室に通って。あ、そうなんだ、はい、エレクトーンを習ってたんですけど。エレクトーンか、はい、で大学卒業して、まあ、バンドとかやったり、あとはあの編曲の仕事とか、楽譜書いたり。アレンジャーってやつ、はい、そうですね。いろんな現場に行ってやったりしてます。なんかあのキーボード弾いたりする人って、あれ、その編曲もやる人すごく多くないですか？そうですね、なんか、うん、鍵盤弾ける人は結構アレンジもできる方が多いかもしれないです ね、 ね、なんかそんな感じがする、はい、あ、今早速 BGM で流れてますけれども、これは稲村さんの。そうですね、僕のバンドのクロックパルスという。クロックパルス、はい、パルス、パルス、あのパルス、波のパルスです。面白い名前。なんか特に意味はないんですけど、なんかこうちょっとパッと聞いてかっこいいなっていう単語を探してて、で偶然見つけたのがクロックパルスっていう。これ後でまた皆さん聞いていただきますけど、難解なことやってんね。そうなんですよ、もうちょっと食い気味できたね今ね。自分でも自覚してんだめちゃくちゃ難しくて。これわざと、これがなんかスタイルなの？そうですね、なんか昔からこういうちょっと小難しいのが好きで好きなんだ、はい、大学でもこんなことばっかりやってたんでしょ？そうです ね、 ね、もうメンバーには本当に苦労させてます、うん、あ、書くの？そっかそうですね、僕が基本的に書いてるのでこれは嫌がられるわよ私でもあの後でね、また1曲すごく好きな曲が実はあって、はい、今日それかけてくださるっていうことなのでね、はい、楽しみにしてるんだけど。好きなのよ。ありがとうございます。ほら今時に言うと何て言うんだっけ、こういうの。今時ですか？エモーショナルな感じでしょ。エモい感じですね使ってみたかった、エモい感じねエモい曲いっぱいありますねえ、はい、あの今日稲村さんがお見えになるっていうのでちょっとホームページ拝見してきてね。そしたらあの視聴ができるところが確か、はい、確かホームページだったと思うんだけど、4曲か6曲かなあって、全部、はいはい、全部エモいのよ。あ、ありがとうございます、ね、だからこういうスタイルなんだろうなって思って今日楽しみに来てたんですけど、ね、ありがとうございます。構成はどんな構成なの？僕がキーボードで、あとエレキギターとベースとドラムの4人組ですね。すごいBGM なのにすごい激しめで全然どういう音楽を聴いたらこういうなんか、風になっていくの？影響を受けた人とかありますか？影響を受けたのは上原ひろみさんっていう、ジャズピアニストのですね。そうなんだ、はい、あれを聞いて育ったの？そうですね、やった、まあ、もう最近じゃないだってそれいや私も大好きで来日の、今ねほとんど日本にいらっしゃらないから、ね、来日の度にライブ行くんですよ。ああやっぱりね、はい、そんな感じ。結構あのよく聞いてみると、あれこれはもしかしてみたいなフレーズがわかるあったりするんです。そうか、なるほどね、まあ、でもああいう音楽を聴いてやっぱりその影響を受けていくとこういう表現になっていくんだね。そうです ね、 ね、私たちが聴いてた、まあまあ、世代が聴いてた音楽とまた全然違う世界観だからなんかすごく新鮮。結構昔 の、 あの、プログレとかが好きで、ね、うんうん、エマーソン・レイク&パーマン、はいはいはい、ELP とか。後ろですごいうなずいてるおじさんがいるけどイエスとか視界に入るわキング・クリムゾンとかもう大好きで、あの人もねハートバトンの担当なのよ。 あ、そうなんですね。今日はあの道なお姉さんだけどねそうなんですね、
じゃあちょっとね、早速なんだけど、私曲をやっぱりみんな聴いていただきたいので、はい、ぜひご紹介していただいていいですか。ぜひぜひ、はい、うん、では、クロックパラスでフラッシュエッジという曲をお願いします。あら、まあ、最後まで弾こうと思ったらあと4分あるって、こう終わっちゃうわっていうことでね、お話戻しましょうかね、はい、いや今上原ひろみさんとかのね、イエスの話とかで盛り上がってたんですけど、はい、すごいね、みんななんか口開いちゃって今スタジオの中。ありがとうございます。なんかライブ活動はあんまりされてないということなんですけど。そうですね、年に2回ライブやるかやらないか、うん、プレミアじゃない。なかなか見れないですよ、ね、いろんなご事情でね、ちょっとメンバーが集まれなかったりとかっていうことがね、はい、じゃあもうほぼ CD で皆さん、そうですね、お楽しみ。CD も、うん、今年の2月に初めて作って発売してっていうのが今聴いていただいているのなんですけど、うん、何曲入りですか。7曲入りで1曲目はイントロみたいなもんなんで、はいはい、実質6曲ぐらいですね、うんうん、流通は？は全国流通で、ただですね、はい、全国のタワーレコードさんで、売っているんですけども、うん、もう在庫がほぼなくなってしまって、やだ、もう完全になくなったらもう、オンラインでの販売を始めようっていう。いや絶対だって出した方がいいよ、ヨニコレ。すごい個人的な。結構コアだと思いますけどね。あ、そう？いや素晴らしいです、本当にね。なんかこうやってでも引き継がれていくんだね、音楽ってね。素晴らしいな。まあじゃあお楽しみいただきたい方はぜひね、そうですね、うん、はい、CD 買っていただいて楽しみいただけたらと思います。ぜひぜひお願いします。先週のゲストさんとあんまりこう共通項が見つからないんだけど、どういう、共通っていうのは、うん、大学がまず一緒、同じなんですけど、うん、はいはい、彼がピアノ科で僕がエレクトーンっていう電子オルガン科だったんですけど、うんうん、音大なので男子が少なくて、うん、そうなんだ。どうしても男同士で集まりたがるんですよね。あオルガンはやっぱりそういう傾向がある。キーボードはそうですね、特にまあ学年自体少ないんですけど、うんうんうん、男子がまあ2人だったり1人だったり、ね、なんでさ、はい、そのやっぱりピアノに行くもんだと思うんだけど、なんでオルガンだったりエレクトーンとかましてや、ね、もうちっちゃい頃からエレクトーン、うん、一本というかエレクトーンがメインでやってて、結構習ってた先生が熱心な方で、コンクールとかバンバン出させてもらって、なんかそれは お母様がお父様が勧めてくれたりとかしたの？僕3兄弟なんですけど、はい、3兄弟の末っ子なんですけど、兄がその音楽教室に通ってるのを見て、小さい頃に僕も通いたいって言ったらしくて、それで通わせてくれて、エレクトーンを始めて、はい、エレクトーンってすごく難しいのよ ね、 そうですね、足もついてこうやってね、はい、私も行ったんですけど体験に、ね、挫折して、はい、結局花咲かずに終わったんですけどね。そうなんですね。小さい頃から始めないとできないって言いますね。あ、そうなんですか、ね、はい、なかなか大人になってからだと難しい。一番のなんか魅力って何ですか、エレクトーン。もう一人で何でもできちゃう一人が好きなんだ。まあ、あれさすがアレンジャーそうですね、もうオーケストラの曲もできるし、ああ、そうですね、こういうバンドのジャズとかもできますし、うん、なるほどね、まあ、やっぱりアンサンブルが好き、僕は好きなので、うんうん、そうね、こういうこともやってるんですけど。そうなんですよね、素晴らしいです。もう本当にもうできればぜひライブをね。ああ、そうですね、うん、年末あたりにもう一回今年やれればいいかなって思ってるんですけど、クリスマスだしね。そうです ね、 ね素敵、お食事やお酒が楽しめるところで。いやー、そんなそんなリラックスしては聞けないと思いますけどそこでイエーってやるっていうね大人のたしなみ的にぜひ楽しみにしておりますのでね、はい、何か告知とかありますか。はい、そうですね、演奏、たまに他のアーティストさんの、サポートとかもさせていただいてるんですけど、個人活動でね、はい、9月の18日から10月の3日まで、海外の男性ボーカルグループのイルディーボっていう、あ、知ってます、あ、知ってますか、の、サポートでキーボードで入ることになってまして、あら、ま、東京は武道館、あと仙台と名古屋、大阪、福岡。いやだ、ソロパートとか弾いちゃうのかな、じゃあ。いや、ソロはさすがにない
目指せソロそうですか。そうですね、ホームページとかに出てます。あ、僕ホームページは持ってなくて、うん、あのツイッターがあるんですけど、うん、そちらで告知しているので、はい、素晴らしい、楽しみですね。あとはいい、いい残したこと、あとはそうですね、バンドのサポートもしてまして、はい、10月8日に、うん、これはあの相対性理論というバンドを、はい、に、元所属していた方の新しいバンドで、はい、集団行動っていうバンドがあるんですけども、うん、それのサポートキーボードで、大阪の南ホイールっていうイベントがあるんですけど、サーキットイベントで、はい、そちらにサポートで出させていただきます。あ、もう精力的に活動なさってね、本当楽しみでございます、はい、ぜひ皆さん、個人もそうです ね、あのバンドの方もぜひ聞いていただいて、ぜひぜひ、はい、お楽しみいただきたいと思います。短い時間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは来週バトンをつないでいただく方をご紹介いただいてお別れしましょうか。はい、来週は小林修子ちゃんっていう方を、はい、バイオリニストの方を紹介させていただきます。はい、またクラシックですね。そうですね。はい、こちらは、去年の5月に、うん、あのまた海外のチェロのツーチェロズっていう、うん、ツーチェロズ、はい、の、バックで共演させていただいて、しゅうこちゃんそこで知り合って、ちょくちょくあの現場でも一緒になるようになって、彼女はよしきさんの、はい、X ジャパンのよしきさんの後ろでもたまに弾いたりしているという超ビッグな素晴らしいですね、楽しみでございます。はい、素敵なバトンつないでくださってありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。あっという間だったんで、またぜひ、本当に楽しかったです、うんうん、遊びに来てくださいありがとうございました。はい、本日のハートバトンリレー、ゲストはキーボーディスト、アレンジャー、そして作曲家でいらっしゃいます稲村智則さん、お見いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルパワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ、月9はクリスタル、次の番組はハッピートナイト、ミキナさんとカナミさんがお届けいたします。クリスタルのホームページは数字で81810、クリスタル .com へアクセスしてくださいね。チームクリスタルの情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのがクリスタルスタイル、クレイジー最高何ですか、いろいろあらさ、面白い生放送新人だってベテランだっていろいろあらさあらさこれがライブだぜ。そうです ね、うん、いや、何でもやって人いろんなことができるようになるよね。あ、俺ですか、もう頑張ります。本当にね、金さん寝てても大丈夫でしたね、今日あと姉さん、やっぱりベテランすごい ね、もうゲストコロコロ転がしてるよね出戻ってきちゃってね、すみません、楽しませていただきましたでもさ、ハートバトンリレーって楽しい、ちょっと母ちゃんっぽいけどねあの、やっぱり若い人相手だとちょっとなんかね、母ちゃん色出ちゃいますね。若い人多いからねそうなんですよ、困っちゃうわ本当に。でもハートバトンリレーは素晴らしいコーナーですよね。本当ですね、もう幸せ、素敵な音楽と出会えて、なかなか出会えないから ね、うん、そうです ね、そうですよ、ここがあるから出会えてるものとかね、たくさんありますよね。通りすがったって声かけないわよね。そうですわかんない、歌ってないからね、いや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 つってね、なんか変なのってなんかちょっとどうかしらってね、透かしてんねあの人ねとか言っちゃってね、はい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 、私たちだってそうだよね。そうそう、ラジオがあるからよかったけど、ああ声かけれないしね、かけないよね、かけれないし、違和感のみだからね、楽しいんですよね本当ラジオって、ね、そうやってバトンをどん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 ね、うん、繋いでいくと、ね、本当に輪っかになりますからね。そうですね、うん、なんか俺みたいなやつにもなんかいつか繋がればいいなと思いますね。なんか第二の俺っぽいやつにもなんかあんまり俺って多分異端っていうか、ちょっと今までいなかったね。だからそういうやつに俺がもしこうどっかに行っても、なんかどっかでまたそういうやつにバトンがつながると嬉しいなっていうのはなんかありますね。それ、あ、そのポジション俺が最初だからみたいなそれが言いたいがためにそことか、そこ俺がちょっと開拓しといたとこだから
耕してねみたいな。面白い。本当ジーザスと面白いよね。もっと掘りたいよね。そうなのよ。なんかちょっとその ロックの席なんかちょっとそういうやつがなんかいつかまた来るといいなと思います。愛だぜベイベー。覚えてる？ほら私たちジーザスには何にも教えませんってそうだよ ね。でも自力でここまで来たからね。誰にも教わらず。若干 PA のことはうまく考えられるようになります。よかったね、味方がいてね。よくの番組全部やってみる。いや、無理。さあさあ、ではもう今月はとにかくファミリーなのでね。そうですね、ほんとのんびりやらせてもらう。母ちゃん大丈夫？音楽の魔法が今夜も明日も誰かの心を元気にしてくれますように。合言葉はお互い様にありがと う。見逃してはならぬクリスタル、また来週。